天道市の町並み天道温泉の町並み天道市中心部の空中写真。画像中央の市街地に隣接した山が舞鶴山。市街地の東側を南北に大きく曲線を描いて走るのは国道13号。1976年撮影の11枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 天道市は山形県東部にある人口約6万2千人の市。将棋駒と温泉の町として知られ、近年は山形市のベッドタウンとして発展している。県内人口5位。乱川線上地と立、谷川線上地のほぼ中間に位置し、市全体が山形盆地の中央付近に位置するため、全般的に平坦である。市内東部は大雨山脈に近いため丘陵部や山地で占められ、 山間部の集落もいくつか存在する。市内西部は水田が占めていたが、最近は新興住宅地が連なっている。乱川、立谷川は地域の自然境界をなし、これらの河川により東根市、山形市と接する。西部はもがみ川を境に、佐賀市に接する。年間を通じて気候は温暖で、冬の降雪量も少ない。市のほぼ中心部を、 南北に JR と国道13号が走る。市街地はそれらの交通の動脈の間にある。また市域中部の国道13号より仙台方面へ向かう国道48号が分岐し、市東部から関山峠を経由して宮城県へ至る。さらに山形自動車道、山形空港なども近く交通の便に恵まれている。中心市街地のやや南部に、 マイズル山があり、地域を南北に分けている。マイズル山は、天道城の城市でもあり、山頂では、毎年4月下旬に、プロ騎士が人間が噴する駒で将棋を指す、人間将棋が行われている。またマイズル山周辺には、天道民芸館など、歴史的な建造物が残る。将棋駒の産地らしく、市内の至るところに、将棋のモニュメントがあり、 市街地に流れる倉津川に架かる橋には、王将橋、金将橋などそれぞれ将棋の駒の名前がついている。天道駅から徒歩10分程度に、天道温泉街がある。国道48号による仙台市への交通利便性から、仙台都市圏からの観光客が多い反面、天道市からの仙台都市圏、山形市域への依存も大きい。また、 北隣の東根都市圏とのつながりも深い。山形市による合併協議においても上野山市が参加したのに対し、天道市は不参加であった。ただし、郊外型店舗の出店も手伝い、天道駅前から温泉街に至る中心市街地は緩やかな空洞化の状態にある。新興住宅地県内有数の名刹山寺に近いこともあり、また、 山形県域の中央部に近い位置により、山形県観光の拠点とされることも多く、元来は温泉街を中核とした観光都市の性格が強かったが、近年は宅地化が進み、山形市の北のベッドタウンとして機能し、山形都市圏の一翼を担い、人口増加の基調を維持している。以下は、天道市に本社を置く機能、統一金融機関コード順天道市には、3つの 海外姉妹都市、四つの国内相互交流協定都市がある。地名表記、定型の名義は、天道市ウェブサイトに従った。2010年12月に、天道市は、明治大学との間に連携協定を結んでおり、地域振興、学生派遣など、相互の交流、発展のための連携事業を行っている。明治大学設立者の一人、 宮城広志像が天道出身であることが縁となっている。天道駅天道バスターミナルもよりの空港は東根市にある山形空港である。山形県総合運動公園。ありがとうございます。